まちゃん、こいじょ。くん、くん、こいじょ。今日はピッチング対58度、はい、バンカー編ということでやっていきたいと思います。はい、こちらピンまで約40ヤードですね結構ありますね。40ヤードの下りの、バンカーショットです。奥には、池があって、こっちのピンの奥にはバンカーがあるということで、はい、まあ58度で打ってもかなり難しいバンカーショットじゃないですか。はい、これをどっちの方がいいのかやっていきたいなと思います。はい、でまあ、今回お二人ともピッチングと58用意したん で、ね、もう二人とも両方打とうかな。お、両方打って、はい、まあ、ちょっと検証していきたいなと。これ非常にね興味深いですよ。はい、要はこの40ヤードぐらいになると58度でキャリーを出さないといけないってことは結構難しいですよね。難しいし、やっぱり振りが大きくなるので、はい、どうしてもやっぱりホームランとかの危険性が出てくるじゃないですか。はい、ピッチングだったらやっぱり振りも小さいので練習する価値あるんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、じゃあちょっとまっちゃんね、まっちゃんからいきますか。まずは58度でまっちゃんいきましょう。あ、もういつも通りですね。はい、はい、で、これボールが12球あるので、はい、13球ぐらいあるのかな。ありますね。そんなないか、まあ、10ちょっとあるんで 10球ぐらいですね。はい、はい、もうあのもうちょっと前から打っていただいて、はいはいはい、だから皆さんの距離の長いバンカーは58度で打つんじゃなくてピッチングの方がいいよってなるのか、まあちょっとねやっていきたいなと思います。これライはある程度もうライはいいところにしましょう。いいところで大丈夫ですね。はい、でもう4球ずつぐらい打ってもらって、はい、はい、分かりました。5球ずつでもいいですけど、和フォーマッツウェッジ第1弾58度、はい、行きたいと思います。うん、これキャリーはマウンドの向こうっすよね。マウンドの向こうっすね。このマウンドの向こうにキャリーさせないと。いや俺まあまあ難しいな。いやかなりむついっすよ。やばいっすね。いきます。うん、ここには外したくない。俺は激うまあのもうナイス。今のかみったっす。かみってるね。はい、今のはでもちょっと怖かった。ちょっと怖いね。ちょっと薄くいっちゃったんですよね。うん、でも寄ったは寄ったんで、はい、はい、もう行きます。めちゃめちゃうまいっす。よし、ちょっと警戒した。まあ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 でも、うん、まあ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 いいですね。うん、パーチャンス、うん、あれだったら十分。そうですね、はい、4球58度でいいんですね。そうですね、はい、3球ですね。3球ずつで大丈夫ですかね。3球ですね。うん、よっしゃ、いきます。かみってるね。おやばいっすね。かみってる。はぁ、ナイス。第1弾最高さあピッチングでまっちゃんそのまま。はい、いやピッチングで打ったことないっすよ僕。ピッチングで打つことほぼないですよね。ないです。うん、さあよし、ピッチングか。もうでもそこっすね、目指すは。じゃあいきます。力5ヤードぐらいだな。あー、そうやってきましたか。あ、そうなるんすね。うん、意外に止まりますよね。そうか、一回、うん、意外に止まるんすね。うん、そうかそうかそうか。じゃあ意外に58度と同じぐらいイメージしてもいいと思いますよ。イメージしていいんですね。うん、ピッチングってそんな止まるんだな。じゃあ行きます。そのね感触がやっぱり練習してないんでこれは言っちゃいましたね難しい、はい、いや今結構自信のあるバンカーショットだったんですけどね。いいね、音もして。そうですね、はい、音は、うん、なんか完璧でしたね。そうでしたね。はい、じゃあ最後。え？ちょっと溢れすぎた。結果的に。止まれ。止まれ。ああ、ちょっと行っちゃいましたね。やっぱり距離感が難しいですね。そうですね。じゃあちょっとね、はい、あのボールを見に行きましょう。はい。まあやっぱりこう。ピッチングでの練習をまだ全然やってないんで、はい、感触つかめなかったっすけど、はい、打った感触なんかはやっぱりこうなんか
活音みたいなのはやっぱりなさそうな感じ。そうだ、あの58度は、うん、まあ正直完璧な3球打ちましたけど、そうだね、うん、ちょっとやっぱ自分が思ってるところよりも、うん、ギリギリ入ってんな、ギリギリ入っちゃった。あ、そっかそっか。手前を打とうと思ったのに、はい、ギリギリ入っちゃったんですよ。あ、そうなんだ。はい、僕の感触では、うん、ピッチングは、うん、あのなんもう絶対打振りますね。あ、絶対打振る感じ。はい、うん、なんであの、はい、そのホームランの心配はないなっていうのは、はい、ないって感じなんですね。打ってて感じましたね。そうか、まあ、これ本当58完璧だったんで、はい、でまあ、ピッチングがね少しこう奥に行きましたけど、はい、まあ距離を簡単に出すことはできるよね。そうですね、うん、じゃあちょっとまあ僕も打ってみて検証したいなと思います。はい、はい、ということで今度は和穂さんですね。はい、和穂松市第2弾バス12度の方で、はい、打っていきたいと思います。はい、まあ、ライはねしっかり選んで58度。いや怖いね。いやめっちゃ怖いっすよ。ちょっと俺やっぱりちょっとダフり目でいきたいね。僕もそういうつもりでした。3球っていきますね。58。ワンピンぐらい手前かな。はい、まあ、ちょっとダフり目でね。いやでももう何ていうんですか、ナイスって感じですよね。そうだな、あのまっちゃん見てパスパンはちょっとこの状況は行きづらいよね。もう池ちらついてますよ。ちらついてるよね。はい、あーダフりすぎた。まあでもミスしてもまああの感じか。ダフりすぎたらその分ちゃんと転がってくれますからね。そうだね。まあでもなんか同じような感じですね、2球とも、うん、どうだ。これちょっと強く入ったわ。ああ、うん、まあ、ちょっと奥にこぼれましたね。まあでもそれくらい難しい。いや難しいっすよ。はい、うん、このバンカーショットは難しいっすよ。自分もあれできたな。ピッチングで、はい、僕は結構50度でやることが多いんで。あ、そうなんですね。はい、ピッチングもまあ同じような感じなのかなとちょっと思いますけど、はい、打っていきます。出るな。出るな、強いな、思ったより。生きちゃう。生きちゃうな、逆に。そういう感じっすね。そういう感じなんですよね。いや、だいぶ感じ出してくるな。これ、いつポタージュかけんの、これ。最後の。最後ね。じゃないですか。OK。ね。あ、ちょっと飛ぶな。出ちゃいますね。出ちゃうな。振りは明らかに小さいけどね。そうですね、両方とも難しいな。58でもピッチングでも。ここからいきます。そこね。これはいいな。完璧じゃないですか。うん、入る。おー、ナイスです。あ、これ完璧でしたね。完璧ですね。まあ、ちょっと今日このバンカー特殊じゃないですか。はい、下りの40ヤードなんで、はい、特殊ですけど、どうすかね、これは何とも言えないな。でも僕はやっぱ、うん、思ったのは、はい、ピッチングの方が、うん、まあ、絶対に転がってるような感じがするんですよ。そうですね、はい、58度の方が、うん、まあ、転がる時もあれば、うん、まあ、転がないっていうかちょっとスピンが入って、まあ、ありますよね、みたいな。そのスピン入ってみたいなのが、うん、ピッチングはないんで。そっかそっか。その計算はしやすい。計算しやすいね。はい、あとその打ちやすいとかっていうのは、うん、もちろん。ちょっと一球さ、はい、ピッチングでふわって打っていいですか。はい、なんか練習というかもっと開いて。あー、でもあれくらい今キャリー35ぐらいいったじゃないですか。はい、キャリー30ヤード飛ばすのはめちゃめちゃ簡単ですね。あ、そういうことです。要はあそこまでキャリーで3度で飛ばすってなったら、まあ、かなり振りかぶって。いや、やばいっすよ。怖いじゃないですか。はい、まあ、これ下りですけど、なんか基本は手前のバンカー入って奥のピンとかじゃないですか。はい、ちょっと遠いバンカーとかって、そう考えるとやっぱりキャリーも出すのもかなりピッチングはいいかなっていう感じしますけど、はい、どうすか。やっぱりそうですね。僕は、うん、
距離があればあるほど、うん、ピッチングなのかなっていう。あ、もっと距離があればどんどん出てきてるね。まあ、そのもちろんその、うん、ある程度距離がいったらサンドル直接打つみたいな選択肢に出てきちゃうかもしれないですけど、うん、これ40ヤードとか50ヤードで足が使える状況は、そうですね、ピッチングの方がもしかしたら、うん、計算しやすいっていう。そうですよね、はい、僕ねこれまあ今この時期ですけど、はい、僕あのセカンド QT の前にすごい長い距離の長いバンカーいっぱい練習したんですよ。あ、そうなんですね。でそれ50度で練習してたのね、はい、で結構その僕が受けた会場のマシココースは長いバンカーに入る時がたまにあるかなみたいな。あ、ロング狙ったりとか。ロング狙ったりもそうですし、ミドルでちょっとこうセカンド林高く出した時に残り40ヤードバンカー入ったりとか、はい、あるかなと思って結構50度で練習して、はい、実際 QT 中は1回あったんですよ。ああ、そうなんです。めちゃくちゃドキドキしましたね。やっぱり40ヤードぐらいあったんで、はい、そんで50度で打って、まあ、ワンピンぐらいについたんですけど、はい、やっぱり3度じゃやっぱ無理だったね。怖い、トップしたんじゃないかっていう。あ、そうっすね、50度で砂厚めで振りかぶるっていう感じだったんですけど、はい、まあ、ピッチングとか覚えてたらもうちょっとやっぱ振りは小さく済んでたのかなっていうのはあったんで、これからやっぱりちょっと練習しとかないとダメだなっていうのは感じましたね、はい、もうそれピッチング勝ちみたいな感じですね。いやでもどうなんだろうね。これ下りなんであれですけど、はい、上りの40だったら3度じゃあまあキャリー出てランはほぼ出ないわけじゃないですか。はい、まあ、そうですね。この状況はこの状況は58の勝ちですね。58ですね、うん、はい。やっぱこれが上りとかって、まあ、成田コースあんまりないんですよね。ないですね。あの、まあ、18番とか行けば、はい、あるんですけど、まあ、あんまり上り長いないんで、まあ、ちょっとこれから、まあ、今後またなんかこういうのがあったら検証していきたいなと、はい、で皆さんもぜひねピッチングとかで練習、まあ、9番とかでもいいですよね、はい、あの練習していくのは非常にいいと思うんで、まあ、ぜひあのたくさん練習して、まあ、やってみてください。はい、はい、っていうことで、まずここまでは終わりにしたいと思います、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いや、58度の勝利ですねこの状況に関しては、はい、ちょポタージュやろうよ。ポタージュさ、はい、これでポタージュ、はい、どうすっか。この左足下がりから3度で勝負する。え、サンドサンドですか。じゃあサンドとピッチングで。サンドサンド、ただのバンカー。ただの勝負かと思った。まっちゃんサンドとピッ、まっちゃんじゃあ噛みってるからさ、サンドにする、はい、じゃあ俺ピッチングで、はい、この辺りから。俺でももうコツつかんだから。あ、本当ですか。うん、でも噛みってるんで、この右足出る状況ね。くぅ、その状況のピッチングですか。もうでも、もう感じつかんだんすよ。いや、もうちょっとそんなところ選ばないっすよ。いやすよ、ピッチングで。うまい。うまい。当たんな。うめえ、なんだよ。なんでこんなもんだよ。ワンピンちょっとか。だいぶ感じつかんできましたよ。ちょっと待ってくださいよ。さあ、あれはうめえ。ポタージュ。58度で、いや、かなり難しいっすよ。ここって言うとこの辺だったんですかね、はい、ボールの感じは。右足出る感じですね。そうですね、足長いんで、はい、うん、ポタージュ。ちょっと待ってくれ。逆にラインが良すぎてどっち出るか分かんないなこれ。なんか沈んでたらもっとゴロゴロね。そうなんですよ。まあでもすごい手前で振っていくんで。で、ワコさん結構キャリー行ってたもんな。よし、練習あるのみっすね、これめっちゃいいピッチング。よっしゃ、いやーす、整えました。これはピッチングの勝ちっすね。ちょっと手前ダフりすぎた。いや、だから難しいっすよね。そうっすね、思ってやっぱその、うん、下にグッて入ってったんで。そうですね、キャリーが良かった。あともう5ヤードぐらいキャリー出したかったんですけど。そうですね、じゃあ今回も僕のポタージュ勝ちと
いうことでモンスターになっちゃうな。しっかりバンカー鳴らして終わりにしたいと思います。はい、よっしゃよっしゃ。